朝配信久しぶりだね。浜子 浜子です。浜子、お仕事始まるまで少し見るね。お仕事頑張ってね。浜子、妻子、かわいい子、ありがとう。今日は黒子、今日はすんごい本当にわかんないけど、東京グールの T シャツ 全然わかんないね、全くわかんないけど、なんか声出づらいな急に。なんでなんかハートたくさんありがとうございます。ありがとう。あ、今日ブログか、忘れないようにしないと。黒くさまねおつまこさん、そう黒い。朝配信見ると元気出る、よかった。今日は黒い服を着ても白飛びしないように頑張りたいと思います。頑張って。メイクバッチリバッチリ。なんか今日ね、でもなんかまつげの調子がすごい悪くて、なんだろう、まつげの調子っていうか、なんだろうなんか上がんないってか、目がぼやぼやしてます今日え、生誕ティー手に入らず悲しみ。あら、それは何日なんだ、すごい届くのが遅くて、遅すぎて全然手に入らないっていうことか、それとも買えなかったのか、どうなのだろう。泣いた？泣いてないです。私学校7月まで始まらないはずなんですけど、どうなんだ、どうなるんだろう、うん、7月まで在宅でいいみたいな。おはようございます。趣味にベランダ入ってる、入ってます。趣味ベランダ、ベランダ趣味なんでね。ちょっとできるだけなんか近寄りすぎないで頑張れば、きっと多分光飛びし、光飛び？なんだっけ？白飛び？しないはず。変な電気になった。この位置難しいですね。この辺？あ、なんか部屋の電気が最大の明るさじゃない？わかんない。なんか暗い。なんか今日変だな。まあ、そう大して変わんないんだけど。まあいいや。おはようございます。まつげがゲリシャス。今あげました、もう一回。どうかな。どうかな。7月までなそうっぽいけど、どうなんだろうね。前回のブログ以来の朝配信って、あ、そうなんだ、5日ぶり朝配信。じゃあ確かに土日で月か2日間ね。
夜配信だったから4日間ぐらい夜配信してたね。リモート授業もないの。なんかリモート授業っていうか映像見るよ、見てみたいな。溜まりつつある課題、ちょっと見ないとやばい。オンライン授業やってないんですか。なんか映像を見てなんかレポート書くだけで単位がもらえるってやつがあるんで、7月までそれをやろうかなって感じです。妻子さんまだ入学できてない疑惑。でもそうだよね、なんかまともに学校まだ一度も行ったことないですよ。でまだ授業が初授業始まる前からもうあの学校危ういだったから、そう大変だね、かわいそうに。まだ誕生日仕様なの嬉しいね。嬉しい。カーテンタイムしないからね。カーテンタイムは15分ぐらい経ってからやるって感じ。なんかもう終わっちゃったのっていうねコメントがとても多いから、後から来た人でもギリせね、ギリ。学校も10分までならたまになら遅刻にならないみたいな言われたんで、まあ、遅刻しすぎたら遅刻になりますみたいな。早めに終わらす計画を立てていた課題はいつ、これなんか思ってたより教科書見るだけで解けるっていう問題じゃなかった。なんか数学とか教科書に載ってないのやり方が、やり方、うん、全く同じ式がなくて分かんない結局。数学ってなんか電卓で解けるものじゃないくてもう嫌だ。謎ルール、遅刻し放題。なんかそのなんか10分までならなんか遅刻してないことにはできるけど、なんかそれを乱用しすぎるとなんか遅刻ってことになるって言われました。ベランダでお勉強しますか。それベランダでお勉強したいなって思ったけど風で吹っ飛ばされるからね、それ怖いんで窓際で勉強することにします。今日なんかすごい顔影っぽい。影ってます。さすが窓際族、窓際族。妻子窓際族なんか。10分遅刻していいの。遅刻したことはないよ。でも遅刻しすぎよくないから。窓際ラバー、なんかそういう曲あったよね。数学苦手だもんね。なんかいちいち考えないといけないっていうのと、でなんかこれをなんか数学はあれだよね、なんかさ1たす1とか 2×2 とか割り算とかできたらいいじゃんっていうものなのに、生きていけるのになんだその計算は。 X っていや X は分かりますよ、何に異常って。なんで2乗すんのってなんない。パン食べながら走らなきゃ。前一回学校遅刻しそうになったことあるけど、超チャリで頑張った。チャリを頑張って走ったら間に合った。全然タソ散歩行きました。だるまたくさんありがとうございます。つまこさんおはまこです。おはまこ。
15,000歩すごいすごいでしょ。で今日ね、朝配信する前に散歩してないんだよね。だからね、そう、いつ散歩行こうかなっていう迷いでした。今日すごい迷った。いつ散歩行こうと思って、いつもなんか5時いや6時とかからもう9時とかまで散歩するんですよ。だからもうがっつり配信時間中に散歩してるから、あ、どうしようと思って、ね、今日散歩何時にしようってすごい考えた、昨日夜ね。でもなんか考えながら気づいたら寝ちゃった昨日配信終わってもうね、その早く寝たくて、早く寝る、なんていうの、配信終わってからもう秒速で寝る準備をして秒速で寝ました。布団入った瞬間寝ました人生で二乗したことない。え、でもね、二乗いらなくない？何ですか、カッコ。カッコの計算はでもあれだよね、足し算でよく使うから、まあ、便利やけど、カッコの中足してからなんかやる、なんかそういうやつはできるんですけど、レベル上がってくるとめんどくさい今なんか数学はね1ページ目で終わっちゃった、止まっちゃって、家庭科は終わらせたんですけどあと理科も 1,2 ページ進んだんですけどちょっとね頑張ろう。そう、毎日勉強ちゃんとしようと思うんだけど、でも睡眠時間取ろうと思うとなかなかできないんですよね。なんでなんだろう、なんでこんなに時間がないんだろううん、ね、普段の生活に X とか2乗とか出てこないからね。そうだね、ガリレオじゃないんだから。チチ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 、なんかなんだっけ、福山雅治さんのさドラマ懐かしくない？ガリレオ、壁にめっちゃ書いていっちゃうみたいなうん、今日からめっちゃ暑くなる。そうそう、今日からさ、暑いから早朝以外の散歩嫌なんだよね。だからどうしよう。夜の散歩は私怖いから苦手だからね、行けない、実に面白い、実は実に面白い。解けない問題はショールームで公開すれば誰かが解いてくれるよじゃあ数学とか頼みます。だるまありがとうございます。数学は難しいと思ったことないです。なんかちゃんと説明してもらえれば全然余裕で公式解けるんだけど、なんか説明なしに問題出されるとなんで応用自分がしなきゃいけないのってなっちゃうなんかもうなんで応用出すのって思う、いつも面白い。ハートありがとうございます。だるまありがとうございます。夜弱いもん、そうそう、夜寝ちゃうからさ、夜は夕方には寝ちゃうからね、そうなの、全然夜散歩できないっていうか。ハートたくさんありがとうございます。クマありがとうございます。クマありがとう。そう、説明不足批判マコ来た。なんだろう、やらせるからにはちゃんと説明してもらわないと少ない説明で計算を解かせようだなんてね、ダメよそれはうん、数学、そう、ブチギレマコ、私めったに切れたりしないんですけど、怒ったりしないんですけど、勉強するときには数学とかなんでこうなんのっていつも切れちゃう。なんか数学とかって答えを、答えがねちょっとこの課題ないからちょっとあれなんですけど、あ、15分経過しました。119日、お、明日で120日ですね。119日連続配信中、イエーイ。
パチ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 。イエイ。119日です。素晴らしい。おつまこ切れさせたら大したもの。そう、おつまこ人に切れないから。でも問題にはちょっと切れちゃうからね。クラッカーありがとうございまこ。はちゃはちゃはちゃはち。119円とかほぼ4ヶ月。あ、そうなんだ。でも4ヶ月しか経ってないんか。なんか、なんだっけ、カーテンタイムの時間、もうちょっと待ってください。119番、119番通報しないでね、みんな。なんだっけ、数学ってなんか、国語は答えは、あ、はいはい、そうですね、みたいな感じで答え分かるじゃない。まあ、でも答えを見なくても済むんですけど、国語は。あと、理科とかも、あ、そうなんですね、みたいな。あ、でも、ちょっとね、だんだん理科はね、年が上がるについて難しくなりすぎて、なんか光の速度がどうたらこうたらちょっとよくわかんないんですけど、そう、理科ですらも計算持ち出してきたからね最近。うん、もうね、理系にはなれないなと思いました。うん、なんか数学とかはなんか自分が思い描いてたこの式を書いて途中で分かんないって止まって、そっから答えを見たら全く全然この計算の仕方じゃないじゃんみたいになって、なんでこうなんだよみたいな風に切れちゃう。いつも心の中ですごく、なんだ数学って。うん、ねえ、なんか難しいよね。え、なんか葉緑体は分かりますよ、光合成とか。でも難しいです、全く課題手につかないみたい。ちょっとやばい、段ボールちょっとクローゼットの中に入れてあるからさ、教材が大量に届いた段ボールが、ちょっと、ちょっと寝ようか。ね、ずっとね、段ボールで教材が届いたんですけど、ずっとね、私収納とかも買いに行けないし、今収納もなくて置き場もないし、引き出しも勉強机も持ってないから、段ボールのまま課題を収納してます。うん、なんとか機嫌直して、機嫌もめちゃくちゃいいですよ。ダンボールに収納してます。うん、うん、漢字ドリルは楽しいよね。あー、やばい、漢字ドリルちょっと変やな。漢字ドリルはね楽しい、私漢字大好き。そうだから、国語の課題、漢字テストってさ、大体漢字出てくるからさ、漢字の問題あると期待したら全然漢字の問題なくて、危な、映しちゃいけない。え、やば、ちょっとさ、お菓子の粉をさぶちまけちゃったんだよね、ちょっとこの段ボールの上で。だからちょっとやばいやばいやばい、恥ずかしい。なんかこういう汚れがついてると汚いんだなって思われちゃいそうで、やだやだやだ。科学と人間生活、新コミュニケーション英語。そう、英語もダメだった。英語教科書見ても英語って何も載ってないんですよね。本当に私英語知らないからどうしようと思って。粉まみれの多分、そう、お菓子まみれ。あ、なんとか大丈夫でした。数学1、高校総合、保健1。保健はなんか教科書見ればなんか書き写せばいいって感じですね。社会と情報、それも多分なんか教科書見て写せそうですね。現代社会もなんか教科書見て写していけそうですね。世界史って何？世界史はなんか教科書写す系ですよね。美術、
美術もなんか写す系かな、あ、写すっていうか、まあ、美術得意そうなんでいけそうですね。家庭基礎はもう終わってます。うん。逆に英語ペラペラだったらすごい。英語ってさ、どうしたらいいんだろう。なんか Google 翻訳で英語何言ってるか分かんなくて Google 翻訳したんですよ。でも Google 翻訳ってちょっと言ってることおかしいことあるから、あの、合ってんのか合ってないのか不安になっちゃって。そう、だからどうしようって感じですね。前髪がポップオフしてる。あと、おはまこ。シリに聞く。あ、シリに聞いたらいいんかな。じゃあシリに聞きます。英語なんかさ、英語どうしたらいいんだろう。Google 翻訳と現代っ子ですね。そうですよ。現代っ子の課題は、最近はなんか数学の公式を解いてくれるアプリとかもあるんですよね。でもそれも信用できなくて、もう何も信用できないから何も解けないっていう。うん。あ、じゃあ数学まずやるか。ファンの方が教えてくれそうなので、あの数学を頑張りたいと思います今から。数学の教科書を用意して。数学できるかな。コナさん勉強に追われて、つまこさんもね勉強やばいなと思って、ちょっとやろうと思いまして頑張っているよ。数学1。あ、待って、でも英語ってみんな教えてくれそうだな。みんなが教えてくれそうなやつをやりたいな。どうしよう。教科書薄っぺらすぎじゃない？全然わかんない。こんなに薄っぺらいなんて何にも載ってなさそう。情報量少なそう。初見さん星集めで寄りました。ありがとうございます。ルームフォローお願いします。うーん、いやー、うん、問題見せてくれた100点ね。問題はちょっと見せないんですけど、ファンが一番信用なりません。あ、確かに。確かに。え、確かに、みんな絶対嘘を教えてくれると思う。あ、確かにな。英語、ファンの方の英語怪しい。英語はね、1ページも進みませんでした。2問目で終わりました。ミュージッククラブ、音楽、ミュージッククラブって音楽クラブで合ってるのかな。クラブってカタカナでいいのかなってすごい心配なんだよね。エンジョイは何？楽しいってこと？エンジョイはカタカナでエンジョイでしょ。難しいよ英語。やっぱ数学にしまーす。うん、エンジョイは楽しむ。あ、楽しむでいいのか。ミュージッククラブは、うん、音楽クラブ。数学はですね、1ページの半分まで進んで、後からちょっとね合ってんのか分かんなくなってやめました。あの、マイナス 1×x は、あ、イコールマイナス 1x は分かります。3x×(-6y) はマイナス 18xy。 うん、 b×a は ab。 うん、クラブは自粛。音楽部か。音楽部なのか、クラブって。合ってる？ここまで合ってます。え、じゃあ答え合わせしない。2a+3a は 5a。 すごい、中学
2年生ぐらいで、1年生か2年生ぐらいでやったような問題なんですよ。最初の1ページ目は数学は大喜利に向いてないのか、大喜利大喜利じゃなくて真剣に。ちょっと 4x-7x=-3x 合ってますか？合ってますね。あ、ちょカーテンタイムしますね。勉強するにはカーテン開けるの大事なんで、カーテンタイムしてきます。よいしょ。はい、カーテン開けました。よいしょ。カーテンタイムしてきた。安定のメディキュット端、今日は水色のメディキュットです妻子カーテンタイム終わったので散歩の時間考えましたし、タコギフトありがとうございます。日の光が入ってきました。日の光が太陽克服光合成ナウメガ太陽大事。なんかね、このね3問目ぐらいから難しくなってくんですよ、数学って。5だ、3と5の見分けが 5x-y-8x+3y=5x-8x-y に変えて、で 5x-8x をやって、そしたら -3x+-y+3y をちょっとやっといて、そしたらプラス 2y になる。 3x+2y え、おっと、急に電波の調子が、なんやって音声が途切れまこ、あ、本当に？本当に途切れてんだか、ちょっとめんどくさくなってんのか、どうなんみんな、電波が悪いまこ、本当に電波悪いんですか？誰か先生いませんか？あ、もうすごい眠くなっちゃうんじゃないこの配信みんなあれ、まこペンどこ行った？あ、あったあった。まあいいや、わかんないとこ聞きますね。カッコマイナス 3x×4ab÷2b って何ですか？それは何ですか？待って、どうやって計算するの？なんでシャーペンが出ない？あ、出た。うわー、耳がなくなったー。カチ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 。今日は朝からアグレッシブになっちゃう。アグレッシブってどういう意味？電波悪くない何言ってるかなって、メモ取りながらじゃないと、口頭で言われると入ってこないわ。確かにそういうもんですよね。口頭でね言われて聞ける話はマジで一回もないんですよ。大事なことだから一回だけ言うみたいな、そういうの大体聞き取れないめっちゃ答えないんですよこれ、テストですからモテよ、ありがとうございます。物を食べたい。タソさんに教えて。タソさん今散歩行ってます。え、あ、でもこれね P17 とかさ、ページ何ページが例とか書いてあるんですけど、この例がね見つかってないんですよ。A13、 え、18ページ見ればいいんかなあ、全然、ダメだ、教科書を見る気が起きません。
やっぱショールームはちゃんとやろう。うん。え？マイナス 3a、 カッコマイナス 3a かける 4ab 二乗。はあ？ 4ab を二乗するんでしょ？二乗ってなんだっけ？ 4×4 だっけ？ 16？ 割る 2b？ 割る 2b？ 割り算ってなんだっけ？マイナス、え、え、 16ab とマイナス 3a をかけるのかな。なんか割り算を忘れてきちゃったこれから毎日勉強配信やばいですね。そうか、ククはない、ククは余裕ですよ。ククは全然、181。大丈夫、つまこさん YDK、 さ YDK だから YDK やってみるんだ、できてみるんだ YDK YDK だから、つまこさんは、つまこさんは YDK だからできます、できる、君ならできる。やる気スイッチ、君のはどこにあるんだろう。見つけてあげる、君だけのやる気スイッチ。うま、ギフトありがとうございます。伸びしろがある、伸びしろがある、伸びしろが、伸びしろがある。絶対いけると思う。急に電波が良くなりまくよかった。みんなちょっと勉強するとなんかいろいろ不調になるんだね。なんか勉強ってやっぱなんか人体に影響を及ぼすっていうか、あの電波にも影響を及ぼすんだなって感じました今。いや、あの勉強は体に悪いっていうか。うん、つまかさん褒めて伸びる子、え、褒めて、そうよ、そうよ。やっぱ勉強はね、ちょっと悪勉強は悪ですね。伸びしろ みんな勉強のしすぎで髪の毛なくなったの？マジで？でも割と本当に勉強するとなんかストレスで心臓が痛くなるっていうか、うん、それはありますね。めっちゃ心理論。朝から勉強、眠りにつく、朝から勉強、勉強って朝の方がやる気出る。嘘だ、勉強は夜中の方がやる気が出ます、私は。うん、今まで朝に勉強ってしたことない。あ、学校行ったら朝勉強するけど、うん、なんだっけ、あの、そう、夜中焦って勉強するとすごい進むよ。焦りって大事なんだなって思いました。でも私夜今寝ちゃうから朝勉強するしかないですね。朝の方が集中力高いって言ったら、あ、そうなんだ。朝はでも確かに集中力高いかも。空をずっと見つめてられる、なんか、うん、そう、夜は寝たら忘れ、え、でもなんか寝たら覚えない。夜なんか寝る前に漢字勉強して、そんで寝て学校行くと、あの漢字すごい覚えてるよ。朝は空も、朝は空綺麗って感じ。うん、夜は誘惑がいい。夜はなんか机以外かな。朝はね、逆にあの散歩行きたくなっちゃうなとか、お掃除したくなっちゃうなとか、
朝にやりたいことがありすぎて勉強朝って難しい。夜はなんかすごい勉強しかやることができないのでやる気になるよね。でも夜は寝ちゃうんだよね、寝てるんだよね。つまこさん漢字得意も漢字が一番得意。昔睡眠学習というものが流行ったし、でも本当に寝るとね、ダンスもそう、ダンスも夜寝る前に踊っ、なんかフリールとかして全然踊れなかったなみたいな思っても、なんか帰ってきてから寝て、なんていうの、踊ってフリールした曲踊って寝るとできるようになってるんですよ、次の日には。だから寝るの大事本当に。逆に睡眠不足ですごいレッスンいろいろたくさんやってると全然体に入ってこないんですよ。だから、ね、睡眠って大事なんだなって思いました。睡眠大事、顎かゆい。ねえ、何なんだろう、ね、寝ると記憶されるわけね。寝るといいんだね。アンキパン、へえ、数学って難しいな。15時間は寝すぎだけどね。15時間は寝すぎですね。中学生は勉強しなくて大丈夫だよ。私もう高校1年生なんです。高校1年生になったんです、今年から。だから勉強しないといけない。逆じゃない、中学生が勉強しないといけない、もう高校生。もう中学生ならぬ、もう高校生。うん、寝てる間に脳が整理してる。おー、そうなんだ、すごい。勉強は1日2時間まで、そう、勉強は1日2時間までね。うんうん、勉強できそうなのに全然。そう、すごい頭良さそうとかめっちゃ 言われるんですよね。全然そんなことない。もう高校生のつまこです。妻子さんもガチってタサと同じ大学に行けるんじゃない。え、でも私大学に行きたいと思っていないからな。大学生すごい楽しそうだなって思うけど、なんだかんだ大変だよね。専門学校の方が行きたい、大学より。ためになったね、ためになったよ。専門学校は行きたいと思う、めっちゃ。うん、でも普通の大学は、うん、わかんない。専門学校サボれない向こう、ああ確かに。パティシエとかいいね、パティシエ。調理師免許取ってみたい。大学生たち楽しいと思うよ。サボろうとし、サボろうとしない。大学サボりたい放題やから。そうなんだ。初見さんありがとうございます。初見さんおはようございます。つまこレストラン、つまこレストラン。え、でもさ、喫茶店とかやってる方って免許持ってるんですか？免許必要なの？喫茶店営業って。喫茶店を営業してる方たちはどうなの？お団子屋さんに修行行くわ。お団子屋さんとかさ、特殊じゃん。そういうのだってなんか免許持ってるんですか？調理師免許いらないわ。あ、いらないんだ。
料理提供するの必要じゃん。あ、そうなの。営業許可書いるし。そうね、やっぱ営業しなくてやっぱバイトやっぱバイトっすねってカフェは不要だ。あ、そうなんだ。なんかもうひっそりとあの喫茶店営業したい、うん、将来の夢は喫茶店を営業あのしたいな、いつか、うん、スマコカフェ、スマコはカフェを営業したい。ベランダついてるあのテラス付きの、テラス付きでメイドカフェ、夜メイドカフェでバイトですかうん、一人じゃ続けていけないよ。確かに。じゃあやっぱ白熊カフェうん、白熊カフェならぬウニカフェで働きたい。このカフェにたどり着いたら気振りてててて、てんあれ英語何って書かない盆栽カフェいいね。ウニ店長、ウニ店長が働いて定食屋を、定食屋もあり、たぬきカフェかなウニカフェです、たぬきカフェ黒クマカフェではダメでしょうか。グリズリーさんのお店。違法勉強やっぱり忘れ去られた。ああ。やっぱりショールームは楽しくやりたいんで、あの勉強は一人でちゃんとやりますウニ店長って響きが素敵。確かにウニ店長、ウニ店長。かき氷屋さんは、かき氷屋さんいいよね。夏でも、夏ちょっと冬系、冬はどうなんだろう。かき氷カフェって冬はどうしてるんでしょうか。ウニにチュールあげる2,000円1日2名限定でウニにチュール2000円で確かに。配信終わってから火が出るぐらい勉強する模様。そう、配信終わってからも課題たくさん進めますね。冬は普通のカフェなのか。あ、そうなのか。かき氷始めましたとか旗出したいね。冷やし中華始めましたもいい。冬はおでん屋さんに切り替え。あ、いいな。おでんくんの、おでんくんのさ、おじさんみたいにさ、おでん屋さんいいね。こうガラガラって、なんか屋台みたいなやつのおでん屋さんいいね。なんだっけ、あのおでんくんのアニメが始まる時のこの語ってる声好き。なんだっけ、あのなんだろう、なんかいろんなことがあるんだよみたいな感じの話を、ナレーションいいよね。屋台いいね。団子屋さん出てこないで。あ、じゃあきび団子、お団子屋さんを売る屋台もやりたい。そう、きび団子屋さんもいいよね。屋台をつ、おでんくんして、おでんくん知ってるよ。俺ゼンマイ侍派だった。全然ゼンマイ侍の卵ちゃんとガンコちゃん、ザバザバ森のガンコちゃん、ガンガンガンコちゃん、ガンコちゃん可愛いよね。なんかカヤカヤしてる。お団子屋台は新しい、新しい。あ、そっか、屋台のおでん屋だと酔っ払いの親父が来るよ。あ、そっか、酔っ払いの親父が来るのか。酔っ払いお断りって言うしかないですかね。どうなんだろう、うん、教育番組大好き、おつもこさんだから教育番組なん、何でも知ってます、何でも知ってます。本当にココちゃんはおにぎり小僧おにぎり小僧ウーバー限定のおでん屋めっちゃいいじゃん。
三色団子がおでんに変わってたり、でもおでんの中に三色団子あるよね。歌のおでんさんデビューのおつまこナレーターおつまこ、練り物で三色団子あるね。そうあるよね、三色団子。名古屋来て初めて知った、そのおでん。三色団子、すごい三色団子の顔文字がある可愛い三色団子。このおでんに三色団子あるよ、あるよ。なんか三色団子と味は違うけど、なんかちょっと甘くて、なんかちくわぶみたいな。なんか東京ではちくわぶがあるんだけど、なんかね名古屋にはちくわぶがなくて、でも三色団子があるんですよ代わりに。だからちくわぶの代わりなんかな。タピオカみたいに女子高生の人気におでんなおどにおでんにすればいい。おじさん来ないでってわけじゃないからいいよ別に全然おじいちゃんおでん屋さん来ていいよって。ちくわぶは関東のローカルらしい。そうらしいんだよね。三色団子の串揚げやってみたいもん。串揚げ揚げるの、揚げるの三色団子。握手会は老若なんていうのかな、老若男女、老若男女、あれ老若男女、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 老若老若男女、老若にゃん、あ老若にゃんにょ、言った、あ老若男女、老若にゃんにょ、夕焼けにゃんにゃん老若男女、老若男女って合ってる、男女、老若、老若男女、老若にゃんにゃん、老若にゃんにゃん、老若むず、なんでこんな難しい日本語を生み出したんだ漢字得意ってさっき言ってたのに、なんか漢字は得意でもこんがらがる系は難しいよね。老若男女、老若男女ですね。にゃんにゃん、こんにゃくにゃんにゃん、むずダークサイドに行ってしまうねにゃんにゃんにゃん、うん難しい。おでんくん、もちきん食べてないな、ずっと。もちきん着食べたい。もちきん着美味しいよね。あのお餅が入って、こんにゃく何本、こんにゃくにゃん2本名古屋もちきん着ないのね、ないのかな、食べたことない名古屋では。東京では食べた。もちきんは1人2つまでよ。もちきんは1人1個までじゃない。ウインナー巻きは2本まで、ちくわぶは2本まで、卵も1人1個まで、こんにゃくは何個でも OK。 こんにゃく大好き私、透明のこんにゃくが好き、なんかコンビニの透明っぽいこんにゃく。かまぼこあるよ。あ、あれ食べたい。はんぺん、はんぺん、はんぺん。はんぺんはあれだよね、切るやつだよね。はんぺん食べたい。大根は2個食べたい。大根は何個でも OK。ロールキャベツは、ロールキャベツはおでんに入ってない。でもコンビニのやつは食べるか。
大根いくらでも食べられる。わかる、大根いくらでも食べられる。私ね、大根100個食べれるよ多分。大食いいける、大根の。こんにゃく何個つけて味噌かけて味噌。なんかさ、東京のセブンイレブンではつけて味噌かけて味噌なんて売ってなかったと思うんだけど、名古屋のセブンイレブン売ってるんだよね。びっくりした。おでんに味噌、おでんは柚子胡椒か何もつけないだけど、味噌案外美味しいよね。試しにやってみると美味しい。うん、今年の冬にもコンビニおでんはあるのかな。あるでしょう、あるでしょう。おでんの汁無限に飲める。あ、わかる、美味しいよね。なんかだしって素晴らしいよね。だしを生み出した人に感謝。うん、だしはすごい。だしいくらでも飲める、マジで。たこ焼き100個食べれると思ってた時期があります。たこ焼きは厳しいかな。うん、だんだん多分ね、胃が苦しくなってくる。でも大根はマジでいける、本当に。私前なんかママの作った大根となんか豚肉をこうになんか煮たやつがすごい好きで、あの夜ご飯向こうそれがすごい好物だから、こんぐらいのお皿にもうたくさん大根が入ってるのをひたすら食べてたことある。それ夜ご飯一皿食べきった、うん、大根大好き本当に。あ、こんぐらいのこう分厚くてこんぐらいの大根すっごいひたすら食べてた。あとベーコンと大根煮たやつのも好きだった。だしの自販機あるの知ってる？え、そんなのあるの、美味しそう。だしの自販機美味しそう。スタバのタンブラーにおでんの出汁入れて持ち歩かなきゃめっちゃいいじゃん。タンブラーに出汁持ち歩きたい、散歩の時いいね。その出汁俺の出汁ダジャレや。ベーコン大根、肉じゃがの大根のやつ。肉じゃがって大根入ってないよね。おでん缶とかあった、あーあったね。だしで浮いてる昆布がうまいのよ。あと私おでんの昆布好き、昆布、昆布かな、うん好き。散歩中におでんだしザパスのやつにおでんの汁受けるだしを持ち歩く。肉じゃがって関東だと豚肉なんでね。豚肉ですね。だから私が豚肉が好みだから豚肉が好き。牛肉はあんまり。マイダシって流行りそうね。近所のコンビニ中学生に汁だけくれって言われて困ってた。確かにそれは困るね。お金をね、お金かかるものなのかかからないものなのか困るね。うん、そういう場合は大根1個買ってつゆだくでって頼んだらいいと思う。大根もはや飲み物だからさやっぱり勉強の話なくなった、なくなったね。免疫にあるよ私の自販機。え、そうなんだ。あ、見たことある。だしってでもそういうだしだよね。ちょっと濃いだしじゃない？なんか醤油みたいな感じのだしでしょ。つゆだく大根飲み物。そう、大根ってほとんどだしみたいなもんじゃん。だから大根1個買ってつゆだけにしたらいいと思う、その中学生は、うん、新しい概念、大根飲み物。大根1個つゆだくでおリピートいいね。かつお節を持ち歩くおつおこさん、これでいつ猫に遭遇してもかつお節をあげて手なずけられるね。え、野主と考え方同じやんけ、出してもらう方。あ、そうなの。野々垣さんも大根好きなんですか。私も大根大好き。
握手会のケータリングに野菜スティックがたまにある時あって、そういう時幸せ、本当にひたすら大根、きゅうり、人参を、きゅうりあったっけ、ひたすら大根、人参を私はコップに野菜スティックを入れてひたすら食べますうん、野焼さんおでんの出汁大好きなんだ、一緒ですね、私も大好き。うん、あこちゃんおはよう。はまこ、野菜スティックに大根あるの、大根のスティックあるよ。うん、野焼さんのモノマネしてください。なんだろう、モノマネ難しいね。声がすごい可愛い。水にだし物を溶かせば、そうあり。あ、もう57分早い。大根スティック渋そう、全然シャキシャキって感じで美味しい。だし巻こう野菜スティック高くて買えない。普通にさ野菜買って自分で切って、マヨとかつけて食べた方が美味しい、なんか安いよね。うん、あ、須田さんって言うときは OK。 ほうほうほう、そうなんだ。なんだろう、難しいですねケータリング行きたいの、ケータリング食べたい。じゃそろそろランキングを読んでいきたいと思いますね。13位ウニヤブタ、12位ウニヤブタ、11位ウニヤブタ、10位ウニヤブタ、9位ウニヤバタ、11位がマコの作ったアイスの猫アバター、ありがとうございます。ウニイクラバターですね、ありがとう。10位ウニヤバター、9位ウニヤバター、8位ウニヤバター、7位ウニヤバター、6位ウニヤバター、5位ウニヤバター、4位ウニヤバター、3位ウニヤバター、2位ウニヤバター、そして第1位はチェラララララじゃん、ウニヤバター、ありがとうございます。ありがとうございます。ありまこ、ありまこ、ありがとうございます。課題から出汁の話に変換さ、そう、課題から今日はね出汁の話になりました。だから課題からなんかおでんの話になって出汁の話になりました。出汁が伸びたくなった。え、今ってさコンビニおでん売ってないのかな。売ってないよね。出汁飲みたい。うん、課題頑張ってね、頑張ります。頑張りまこ。ウニアバターがウニバターに聞こえてて、ウニアバターだよー、ウニアバター。うん、だしつゆで豆腐食べようかな顔がかゆい今日は。で、課題進んだ、配信終わってから進めます。59分立て出し写真撮ります。みんなおつまこってコメントしてね。おつまこ、おつまこ、みんなおつまこ。スマコ、今日はブログ、1位の方はいるか。